してはいけないこと、相手が ENFP の人に対してしてはいけないこととしては、うん、地位や権力を利用して何をすべきかを指示すること、うんうんうん、彼らが貢献したことを過小評価すること、うんうん、判断的、論理的、分析的な態度で接すること、うん、状況的、個人的な要素を無視すること、うん、競争を意識したり課題を中心に考えたりすること、うん、あとやっぱりこの私みたいな、なんて言うんでしょう、うん、SJ、うん、現実とか、うん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 、なんか今のやることが大切だろうみたいな、うん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 、現実から目を背けるなよみたいな、うんうんうん、個人の成長が大切だろうみたいな、うんうん、で先輩後輩ってあるよねとか、うんうん、礼節人とはとか、はいはいはい、っていうのは若干苦手なのかもしれないですね、うん、特に、まあ、だとすると今の日本社会は若干やっぱりこのスポーツ体育会系、はい、先輩後輩、うんうん、PL 高校な感じがあるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、年功序列がないなんて言いながらも、まあでもこの人たち戦う人たちじゃないですか、からちょっとまた苦しいところもあるんでしょうね、なんか明るくて楽しくてみたいな、はい、それ間違ってると思ったら間違ってるねそれって平気で言えちゃう、誰に対してでも、うん、まあ、ドラゴンボールで言うと悟空とかルフィみたいな感じですか、うんうんうん、はい、だからまあそんなになんか内向の人ほど苦しみはしない、生きづらいみたいな感じはないんじゃないかな。ただなんかいただいたコメントだと、うんうん、そのまあカウンセリングとかを受けるぐらいまで、うんうん、なんかあれもこうなんか内省してると苦しくなるみたいな感じじゃないですか、人に話したら楽になったみたいな、あそういう受け取り方もありますね、うんうん、確かにカウンセリングでまあなんか自分でまとめるとか日記とかでしたっけ、あ、はいはいはい、やってたらどん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 苦しくなったけど、カウンセリングに行って話したらスッキリしたみたいな、あとまたちょっとそのカウンセリングに対して思うのは、カウンセリングっていう自体も経験としては新しいことじゃないですか、新しい経験、カウンセリングっていうのを今まで受けたことがない、はいはいはい、どんなこと聞かれるんだろうっていうのは新しい経験としてはちょっと受けてみたいなとは僕も思うんです、はいはい、でも病んでます、はい、まあ占いみたいなもんじゃないですか、カウンセリングを今占いって言いました、はい、どうぞまあ占いの結果は占いの結果じゃないですか、うん、でまあ要はその売れてる占い師の人たちは多分カウンセリングがうまいんですよ、はい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 、言ってほしいこと言うんですよ、言ってほしいことを言うのか、はい、僕の中ではそうですね、はい、まあそうかもしれないけど、はい、まあ人の気持ちを楽にするとか、はい、解決策を見出すみたいなのが、うまい人本当うまい、多分うまいんですよね、うまい人本当うまい、うん、でこう下手くそな人とうまい人同じ結果なわけじゃないですか、占いなんとか例えば手相も同じ結果が出るわけじゃないですか、そうであるべきだと思ってます、同じ流派であれば、はい、でだとすると、はい、でそこで売れる人と売れない人が出るってことは、はい、多分カウンセリング能力みたいな差なんだろうなと思う、あ、なるほど、あこの人に相談してよかったって思わせることができる、僕向いてないかもしれないですね途中で貧乏ゆすりを始めてガーッとか言っていったいそれはお前が間違ってるよってやりそう、やりそう言うと多分イラッとして帰ってきます、やりそう、うん、あと僕はやっぱりこの場でやります、うん、やるとして、はいはいはい、パフォーマンス、あと隊長の前で、あの皆さん講習の前で、はいはい、じゃないと危険、うん、はい、個人的なこととして受け止めてしまうならば、その選択をしたあなた自身にダメ出しをしていると言った方がいいのかなと、あ、言った方がいいのかな、まあこれは別にあなたの問題ではないって話じゃないですかね、その個人に、はい、あだからこの ENFP の人に指摘をするときの話ですよね、はい、そうですね、だからこれはあなた個人の話じゃなくてこのシステムの話をしてるんだからみたいな話です、でも選択したのは僕だから僕が悪いんだになっちゃうじゃないですか、だからそうじゃないよっていう話に持っていかないとって話ですよね、でも今のこの言い方ね、うんうん、その選択をしたあなた自身にダメ出ししてる、うん、って言った方がいいのかなってあるんですけど、それ言われたらどう、嫌です、結局自分がダメ出しされてる感じになるんじゃないかなって思ったいいんだよから始まってほしいです、そうそうそう、まあしょうがないよねみたいな、うん、あ、うん、いいです、それいいね、うん、それいこう、それでいこう、この、まあ、選択肢がこれぐらいしかなかったから、まあ、これ選んでもしょうがないけど、これもうちょっとよくできるんじゃないのみたいな、あ、そうしようとかそれがいいと思います、うん、だからその人個人じゃないような感じに受け止めさせないと、はい、ちょっとしたことでも自分に対する批判だって受け取る可能性があるってことですよね、
これは今周りの人に対してそうですね、はいはいはい、で ENFP の人はその今こうやって言われたね、うん、あなたの個人のことを責めてるわけではないっていうけど止めるべきですね、うんうんうん、ENFP の人は、うんうん、だからこのシステムをどうするかだけ考えましょうみたいな、はい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 、カウンセリングを受けてるっていうと結構深刻な感じがするので、うん、もっとカジュアルになるといいです、ね、あ、わかります。興味はありますけど別にそんなにカウンセリング受けるほど病んではない。僕はそんな、はい、僕は今は、うん、病んでないですね。病んでないじゃないですか。あの、うん、あ、メンヘラですけどあのカウンセリング受けるけど受けるほど、うん、病んではいない。病んではいないです、うんうん、が興味はあります、うんうん、だからそれがもうちょっとカジュアルになるといいよねって話ですかね。あ、とは思います、うんうん、なんであの今あの Amazon プライムで、うん、ボッシュっていう、はい、アメリカの刑事ドラマを見てるんですけど、はいはいはい、それだと、うん、やっぱりアメリカだとカウンセリングっていうのは日常に溶け込んでるんです、うん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 、なんで基本あのみんな何か事件が起きると、うんうん、大きい事件を起きるともうカウンセリングを受けてきなさい、うんうんうん、もうこれは決まりなんで、うんうんうん、っていうぐらいなんてことないぐらいなんてことない、うん、カウンセリングを受けてるんだっていうのは、うんうんうん、もう日常になってるので、うん、そうなるといいですよね、うん、まあですよね。カウンセリング受けたっていうとあなんかすごい病んでるのって思いますもんね、うん、ちょっと思っちゃいます僕は、うん、大丈夫って大丈夫って、はい、特にもうなんか人の親になる年代じゃないですか、うん、あと大丈夫かなってそんな、うん、でも就活ぐらいでねって、うん、あぐらいでって言い方も悪いんですけど、うん、あのまあ、実際なんとかなるじゃないですか。し、まあ、でも行った方がそれですっきりする人もいるかもしれない。そう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 、からそうやって言わずにみんな行かせた方がいいぐらいですかね、はいはいはい、意外にこの見てくださっている方で、うん、あのカウンセリング受けてる方多いですもんね、はい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 、っていうところで、うん、ENFP のためのコミュニケーションのヒント、はい、最近メッセージをくださった方に届くといいななんて、はい、